官営文化江戸時代初頭17世紀半ばの徳川家光の時代を中心とした文化です文化の中心は京都です建築では権現作りやすきヤ作りといった新たな方式が生まれましたまた秀吉の朝鮮出兵の際に西国の諸大名が東工を日本に連れ帰ったことで西日本で陶磁器の生産が盛んになりましたまたこの頃、中国から大爆臭も伝わりました建築 日光東照宮霊廟建築として権現作りが広く用いられましたがその代表的なものが日光東照宮です徳川家光が祖父家康の霊を祀るために建立した神社です桂離宮御用税天皇の弟八条宮俊仁親王の別邸だったものです書院作りに草庵風の茶室を取り入れたすき家づりの代表的な建築物です 同じ京都にある御水皇天皇の修学院離宮と間違えないようにしましょう。宗福寺大雄宝殿、万福寺大雄宝殿。江戸初期に中国から禅宗の一派、大幕宗が伝えられ、中国の様式で寺院が建てられました。長崎の宗福寺や宇治の万福寺が代表的な寺院です。絵画、大徳寺北条襖前。江戸時代、寛永期になっても狩野派の人気は衰えず、狩野丹勇は幕府の御用絵師になりました。 これは丹乳の代表作です。優雅棚田の図、狩野派から出た、くすみ森陰による屏風絵です。丹乳の弟子で、最も優秀だったとされますが、狩野派を破門され、独自の画風を確立しました。風神雷神図屏風、大和への土佐派の技法をもとに、装飾画に新様式をもたらしたのが俵屋宗達です。後の林派の先駆となりました。工芸船橋蒔絵すずり箱。 宗達とともにリン派の先駆となった本阿弥光悦による蒔絵すずり箱です光悦は多彩な文化人で現在でいえばプロデューサーのような存在でした色絵加長門深鉢寛永期には西日本の各地で陶磁器生産が盛んになりました中でも有田焼の堺高木絵門は赤絵を完成させました